俳優阿部サダヲが主演を務める TBS 系金曜ドラマ不適切にも程がある。毎週金曜あと10時。第5話では一郎、阿部と純子、河合由美に待ち受ける悲劇的な事実が明らかに。終盤にかけて存在感を強めている純子役、河合由美に作品に対する話を聞いた。工藤官九郎氏が書き下ろす意識低い系タイムスリップコメディ。1986年から2024年の現代へタイムスリップした昭和のおじさん小川一郎がコンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくストーリー。河合が演じる純子は一郎の一人娘、高校2年生、17歳。父、一郎とは日々、家争いが絶えないが、本当は父親思いの優しい一面もある。第1話から、コンプラ違反の過激なセリフでインパクトを残し、聖子ちゃんカット似合う、スケバン姿が馴染んでると、ビジュアル面でも話題を呼んでいる。